こんにちは。今週は月曜日から晴れの天気に恵まれていますが、青空にも陰りが見えてきています。ということで皆さん、買い物は今日中に済ませてください。明日明後日は気温が下がって冷たい雨や雪です。新1年生は初めて傘を差しての登下校となると思いますが、暖かい手袋、そして濡れない履物などは今日のうちに用意しておくといいでしょう。では今の道南江差の様子です。こちらは薄い雲が広がってきています。気温が 10.8 度まで上がっています。ではこの後の時間ごとの予報です。まずは道央と道南です。午後はだんだん雲が広がりやすくなります。昼間の気温は札幌で昨日より3度高い13度。夜の6時頃から9時頃にかけて一時的に雨が降ります。千歳や岩見沢、くっちゃんでは雪が混じりそうです。続いて太平洋側、こちらもこの後日差しがだんだん弱々しくなります。昼間の気温は昨日と同じくらいで、苫小牧や釧路6度止まり、根室は4度です。夜は噴火湾周辺や胆振方面で雨か雪が降りそうです。続いて道北とオホーツク海側です。昼間の気温は旭川で昨日とほぼ同じ12度、紋別と網走は昨日より3度前後低めです。道北は夜の9時前後雨か雪です。山間部や峠では積もるところもありそうです。短い時間の天気の崩れですが、路面凍結などにも気をつけてください。変わってこちらは釧路、現在の気温なんと 2.3 度しかありません。では週間予報です。明日はおよそ半月ぶりの寒さです。道北やオホーツクは雪、札幌の最高気温は6度、雨に雪が混じりそうです。あさっては広い範囲で雪が降りやすくなり、札幌など平野部でも雪が積もるかもしれません。